暑くなってきましたね。えー、まあもう6月入りまして、徐々に夏っぽくなってきましたね。えー、皆様いかがお過ごしでしょうか。どうもこんにちは、ベースキャップです。まあね、あの、ジャズじゃないベースラインとかを弾きたくなったら、えっ、ー、と、こっちのラジオの方でちょっと弾きながらダラダラ喋るみたいな企画の動画なんですけれども。えー、本日はですね、 あのー、皆様、楽器弾いてる方にちょっと聞きたいんですけれども、人生で一番最初にコピーした曲って何でした皆様覚えてますかね楽器を手にして一番最初にコピーした曲。まあ皆様多分ね、色々あると思うんですけれども、今回はそんなお話をしていきたいと思います。 ラジオでございますので、えー、作業用にお使いいただいても大丈夫です。えー、皆様最後まで、えー、お付き合いくださいませ。よろしくお願いします。さてさて、えー、人生で最初にコピーした曲ということなんですけれども、まあ、僕はですね、中学2年生の頃に、同じ部活だった友達からね、当時、その、軽音っていうアニメがね、 めっちゃ流行ってまして、それの影響でバンドを僕たちも組まないかと、えー、誘われて、まあ、その時中学生だったんで、そんななんか頻繁に集まって演奏するとかはせずに、まあなんか好きなバンドの話したり、軽くなんか楽器だけ持ち寄ってスタジオ入って、なんか一緒に鳴らしてみたりとかそんなもんしかしなかったんですけれども、 ま僕はその時、オカンのベースが家にありましたので、じゃあベースやるよって言って、えっ、ー、と、担当はベースになりまして、そっからね、まさかこんな27歳になるまで弾き続けるとは思わなかったんですけれども、そんなのがベースとの出会いでございまして。で、まあベース弾くから、まあなんかコピーするかって言って、一番最初にコピーしたのがですね、 あのー、まあ、当時ですね、まあ、兄貴が好きだった、あの、バンドがありまして、それを、なんかテレビかなんかで PV 見てて、で、初めて見て、めっちゃかっこいいじゃんって言って好きになって、まあ、よく一緒に聴いたりしていたバンドがあるんですけれども、それがですね、えー、バンプオブチキンですね。バンプでございます。みんな大好き、バンプでございます。で、バンプオブチキンの、 ベースを弾こうっつって、ええー、私はですね、人生で一番最初にコピーしたのはですね、バンプオブチキンのカルマという曲でございます。まあ、かっこよかったね。衝撃的でしたね。カルマめっちゃいいかっこいい曲じゃんっつって、まあ、せっかくベースも始めたし、ちょっと弾いてみるかっつってね、あのー、 まあ当時のバン,と、まあ、当時バンドスコアを買って、ちょっとね、めっちゃ弾いてましたね。今でもね、だから覚えてます。ちょっとカルマは冒頭弾いてみますね。 まあ、みたいな。まあ、みたいなね。えー、まあ、これ、本当はね、ピックで弾いてるんですけども、ちょっともう、ピックではもう弾けなくなっちゃったので <laughs>、えっと、指で弾きましたが、まあ、こんな感じのが、カルマの冒頭のベースラインなんですけれども、これをね、永遠に弾いてましたね。そうで、これをね、チャマさんみたい、バンプーブチキンのベーシストのチャマさん、直井義文さんっていうんですけども、まあ、通称、チャマさん。で、まあ、チャマさんみたいにめっちゃ弾きたいなって、PV めっちゃ見てたんですよ。それでね、 当時買ったバンドスコアの表記では、あの、最初がね、今、あの、全音符でね、あの、バーンって。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーで、あの、全音符で、あの、弾いてたんですけれども、当時買ったバンドスコアだとね、これ、8部で鳴らしてたんですよ。ってね、 あのー、全部、8部で書いてあったんですね。で、まあ、だから最初はそれで弾いてたんですけど、PV 見てるとね、チャマさんが最初にね、8部で絶対弾いてないんですよ。だから、なんか PV の演奏と、そのスコアに乗ってるのが合ってないなつって、どっちがいいんだろう、まあ、どっちなんだろうなってなって、でね、PV、てかもう、チャマさんになりたかったから、 シャーマーさんがそっちで弾くならそっちで弾こうっつって、あの全音符で弾いてたんですけども、まあ、後々、まあ、このサムネとかにもなってると思うんですけども、バンプオブチキン公認のあのバンドスコアを買いまして、見てみたら全音符で載ってました。まあ、だからそれからね、あんまりね、まあ、この、まあ、バンプ公認とかだったらまあ話変わりますけど、なんか、うん、あんまりスコアってあれなんだなと思って、僕はそれからスコアは買わずに、 耳コピーをしてましたね。中学の頃から。まあまあ、そのスコア問題はさて、大きい。でね、えっ、ー、と、カルマをコピーしてからね、もうずっとその、買ったバンドスコアで、バンプさんの曲をずーっとやってましたね。頭から全部コピーしてやろうと思って、ユグドラシルの最初に、あの、ある、オンリー・ロンリー・グローリーとか、オンリー・ロンリー・グローリー一番最初に、あ、一番最初っていうか、その、カルマの次ぐらいにコピーしたんですけど、 最初がね、鬼スタッカートなんですよね。っていうところね、ここね、ここね、ここめっちゃスタッカートでね、左手めっちゃ忙しいんですけれども。でね、バンプさんの曲をいっぱいコピーして、当時ね、その、中学、校、学校がない時の土日にね、 あの、畳の部屋、実家の畳の部屋で、あのね、なんていうの、バンプオブチキンの曲をかけながら、ベースを弾くっていうね、一人ライブみたいなのをね、ずーっとやってましたね。あの時間楽しかったね。うん。部屋ね、真っ暗にしてね、襖とかを締め切ってね、バンプの曲かけながらベース弾いて、なんかもう、武道館立ってるぐらいの気持ちでね、一人で弾いてました。 でまあバンプさんの曲を中心にコピーしてったんですけれども、まあ、ちょっと違うのもやるかっつってあのー、当時好きだった他のバンドの,あのアジアンカーフジェネレーションアジカンさんの「遥か彼方っていう曲がありましてあのー、ベースイントロなんですよベースイントロだからちょっとかっこいいから弾くかっつって弾いてね弾いたんですよ <music> ま、っていうね。あの、まあ、皆様ご存知だと思うんですけれども、これをコピーして、で、まあ、アジカンのベースの山田さんもピックで弾くから、どんな感じに弾いてんだろうな、つって見たらね、あれずーっと同じ弦でピック弾いてるな、つって。んなんだこれでも音的に俺間違ってないと思うんだけどなって、なんだなんだってなったんですよ。いや、 俺弾いてる音一緒だし、だけど、ポジションというか、押さえてるところが違うのはなんでなんだろうなーって。なんでそうなったかと言いますとですね、バンプしかコピーしてないとですね、常時ベースのチューニングが半音下げチューニングになるんですね。だから僕はずーっと半音下げチューニングでバンプの曲を弾いていて、まあ、てかまバンプは大体半音下げチューニングなんですよ。アルバムに1曲2曲レギュラーがあるかなーぐらいなんですけども。 ほとんど半音下げチューニング。まあ、カルマもオンリーノリグロリもそうなんですよ。で、その状態のままチューニングしてて、まあ、なんか半音下げチューニングとかレギュラーチューニングとかあんまりそういう概念なくやってたので、E 線の開放弦をね、ずっと弾きながら、E 線をずっと弾きながら、はるかかなたやるんですけれども、開放弦をいろいろ交えながら弾くんですね。だから、俺の開放弦の音と、ま、あ当然、 まあ俺の開放弦の音はですね、E ナチュラルじゃなくて E フラットなので、まあ、それはポジション変わるわっていう話で、あ、レギュラーチューニングっていうのがあるんだって知って、そっから今までなんかその楽器についてとかは何にもやんなくて、普通にタブを追っかけてずっとバンプの曲やってたんですけども、ちょっといろいろ勉強するかっつって、えーまあチューニングとか、なんかまあ音とかコードトーンとかね。 そういうのをいろいろ調べていきましたね。で、まあそっから、まあバンプだけじゃなくて、まあ時間とか、まあ当時付き合ったベースボールベアとか、なんかその辺のバンドを中心にコピーしながら、ちょっと親の影響とかでユーミンとかカシオペアとかに始まり、徐々にずれていき、東京事変に出会い、ウッドベースに憧れ、ジャズに来ましたね。 さて、というわけで、本日は人生で一番最初にコピーした曲ということで、まあ私はバンプオブチキンさんのカルマという曲を一番最初に演奏しました。まあバンド、まあバンドというか、まあ弦楽器とかドラムとかは、もしかしたらね、自分の好きなバンドを初めてコピーするっていうことになるかもしれないけど、サックスとかね、トランペットとか、まあ吹奏楽部入ったっていう方はですね、もしかしたら人生で一番最初にコピーしたのは自分の好きなのじゃなくて、 なんかその時の課題曲だったり、えー、先生が言った曲とかだったりするのかもしれないけど、意外とね、あのー、やっぱ思い出に残ってますから、まあ、カルマも、まあ、オンリーロリグロリーもだけど、あのー、この動画のためになんか改めて見返したりとかはしてなくって、まあ、自然と指が覚えてましたね。さすがに全曲は覚えてないけど、まあちょっと思い入れのある曲とかは結構覚えてるもんで、 皆様ちょっともし楽器弾いてる方でしたら最初にコピーした曲なんとなく弾いてみてください。多分ね、意外と弾けます。覚えてるもんですよ。久々に乗るチャリンコ怖いけど意外と乗れたりとか、昔水泳やってて久々に海行った時意外と泳げたりとか。まあそんなもんで体ってのは意外と覚えてるんだなと思いましたわ。まあちょっと違うかもしれないけど <laughs>、まあ意外と覚えてるもんだなと思いました。 まあ、というわけで、えー、楽器を弾いている方は人生で一番最初にコピーした曲ぜひ、えー、弾いてみてください。というわけで最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ベースキャップでした。バイバーイ。